はい、どうも、妖怪三国志国と領図、今回もやっていきます。今回はね、ちょっと道決見ていきたいなと思います。一応ね、ランクアップ鬼を螺旋、これもうゲットしていいのかな。もうあと2日しかない。これ絆に行くんかね。今日はちょっとね、私ね、ランクアップイベント、このゲーム2年、3周年だっけ、やってるけどね、ランクアップイベントで小生初めてゲットしたんだよね。ガシャの。あ、910、もうすぐ2突できますね。なんでちょっとね、洞穴見ていきたいなと思います。こっちよりも、大事点の方がいいのかな。道決さんはね、どうなんでしょう、今後力で言っても別に一軍じゃないんだよな。育てても、ここにいますね、道決さんね。力は高いけど、うん、そして攻撃速度まあまあ速いで、必殺が敵全体比、守り命中ダウンで召喚ゲージ減少、取り付くがでもやっぱり優秀でいい。私これ好きですね。攻撃速度アップとお守り、バトル開始で効果7秒で、やっぱ洞穴さんいると、うん、でもどうなんだろうな、計算どうなんだろうな、12秒で、やっぱね、開幕お守りいいね。うん、ちょっと後で戦ってるところもちょろっと見せるけど、例えば魔王恋の時にね、あの超混乱やってくるんで、それお守りで守ってくれるんで、開幕お守り、私展示シェーマ持ってないんでいいね。そして不思議ニョロロンと得意な種族に 50% アップなんで、不思議ニョロロンに対してはね、自身3倍ダメージね、得意な種族に対してもともと 100% アップなんで 150% ん、 150% アップだから別に3倍じゃないの、 1.5 倍ね、違う、2.5 倍なのか。いいのかな、 1.5 倍と、まあいいや、はい、150% アップになるで、クリティカルもあるからね、で火のダメージアップもあるので、まあ私みたいなぶつかり野郎には非常に使いやすいですね。主君の力となるため闘志みなげる武将となった洞穴、時には知略を巡らせ時の世をかき乱す、その背中を見て彼のような武将になりたいと憧れる兵は数知れる、ということでね、アニメではね、やられちまいましたが、黒とともに、黒もそうだけどね、四天王寺のね、阿修羅護衛丸、阿修羅のね、阿修羅護衛丸を使ってるね、洞穴、割と人気あるキャラで、私はね、絆でお別れをしてしまって、ノーマル洞穴はね、正直持ってないんですが、まあ一応ね、今回ね、ガシャで、今ちょうどトリビア超アップがあるのかな、違うな、S 以上が、10連で S 以上確定っていう謎の、超アップが出てるんですけど、はい、これ洞穴のとこですね。豪傑の力アップの助っ人スキルもいいんや。これどうなんだろう、小成功ぶっこんでいいのかな。まあ今もうないけどね。まあ今後もゲットできないので、まあいけて超二突ではあるんですが、いっか、豪傑、勇まし揃ってるからな。私ね、そう、ついこの前もダークマスターに小成功ちょっと入れちゃったんだけど、不思議とニョロロンが弱いからな。本当は不思議とニョロロンの時に入れなきゃいけないのよ。なんかね、打ち消しとかね、お守りとかあると強くしたくなっちゃうね。だってイベントってやっぱよく使うからな。でも洞穴やっぱね、ニョロロン 50% アップあるのと、ヒーアップがあるからね、歯茎さんとセットで今後もちょぼちょぼ使うと思うんだよね。そしてトリビアもね、超混乱があるので、誰の時だっけ、カイラの時か、カイラの時に非常に、はい、役に立ちますね。という感じで、一応今回のイベント的には、
そう、あと時間変わったんだよね。これも微妙に最初の頃全然気づかなかった。なんかね、難しいもんですね。今回からはそう、ポイントアップの極意ってのがあって、そう、別に編成しなくてもね、ポイントをアップしてくれるっていうことで、うん、まああとはあれか、馬長だけかな、うん、というとこですかね。はい、という感じで、うん、ランクアップ史上初の調整ね。ほんとね、この前なんだっけ、この前ハイスコアチャレンジで初めて調整ゲットってのがあったんですけど、これだ、あ、違えな、フユニャンエースじゃない、あ、フユニャンエースも来たよな、あれ誰だったっけ、フユニャンエースでいいんだっけ、あれなんか忘れちゃったな。うん、なんかやっぱ 1.5% にしてからちょっと当たりやすく、あ、厳重キリンだな、あれ何の時だったっけ、もう忘れるぐらいのそのあれなんですけど、フユニャンエース何だったっけ、うん、あ、フユニャンエースがカイチだからいいんだな、そうそうそう、いや、カイチがキリンかな、あ、キリンだな、キリンの時があれか、ハイスコアチャレンジか、まあまあごめんね。というわけで本当にね、あとはどうでしょうね、スコアタで調整、スコアタで調整が一回だけ来たことあるような気がするな。うん、なんかついに私もね、調整がやっぱ 1.5% って全然違うんですかね、当たるようになりましたんでね。じゃあちょっとランクアップ見ていきましょう。でね、ほんとね、1位に なれなくて、ただ同決が入ってからこの第4陣の第1節150万いってるように、結構やっぱポイントがね稼げるようになりましたね。うん、でね、多分ランキングなんかで言うと、こう、私25なんだよね、累計332位で、もう最弱の、もうこんなに累計ランク稼いでねえやつはいないっていうぐらい、あのなんかね、強い人がいて必ず負けるっていうね、なんかそんなランクアップイベント生活を暮らしていただいてますね。いや、負けてるから次の相手良くなるのかなと思ったらそうでもなくてね、うん、なんか前回とほとんど同じようなねスコアをあのやってんのに、39万でも勝った時とかあるのに、なんかね今回は必ず強い方がいてね、10万勝以上の人がいたらもう絶対無理だよと思って、自分の勝ち星見たら16万勝してるんだよねゲロゲロだなって感じはするけど、でもね勝てないんだな。はい、なんでね、苦手なイベントですね、ランクアップイベントね。まあちょっと調整ゲットがね今回からかなり簡単になったので、うん、あれだけどね、まあちょっとボスをね軽くやっていきましょうか。45になってんでちょっと強いな、呼び出してどうなんでしょう、同決とあれですか、10万か、10万だったら3発で倒せるから、ちょっと恋はこれでいってみましょう。ちょっと同決ね使っていきます。で、超混乱ね、あ、じゃあ超睡眠は効くんか、みんなどういう戦ってるんですかね、マジでね。で、雷光ブシニャンとかが、雷がね相手が苦手なんでやってるけどね、超混乱の取り付けをねやってくるんですけど、お守りがね開幕お守りなんで打ち消せましたねっていう感じで、これをね今まで食らっててかなり厄介だったんで非常にありがたいですね。なのでやっぱり開幕お守りに、お守りの開幕お守り、要因として、うん、使うんかなっていうね。K
結構でも魔王コイと厄介だよね。魔王コイと本当、あ、これつく打ち消せた。魔王コイとカイラが厄介だな。そう、混乱取り付けが本当かい、やっぱですね。こんな感じでケチってね。これでもこれなら惜しいな、あと2発で倒せるんで。こんな感じでやってますかね。凍結ニョロロン相手にかなりいいですね。はい、という感じで、とりあえず恋戦でした。ちょっと一回倒しちゃってまた次行きましょうか。はい、というわけで恋は倒しましたね。じゃあ次はカイラか。カイラは王族なんでね、一応こんなメンバーで、あ、しまった、5倍でやるの忘れました。カイラはね5倍でやった方が良かったな。カイマでやってますね。そして超混乱が効くので、誰だっけ、うんちくまじゃなくてトリビアがね活躍してくれますね。なんだっけ、ちょっと待って、回復で、カイマはね吸収妖怪が多いので、マテンソラナキなんかね吸収してくれて、必殺技でね吸収で回復できるっていうね、そんな感じで。でトリビアが必殺打つとね、混乱、超混乱してくれるんでいいですね。ちょっと帰る、ちょっと失敗しましたね。これは5倍でやればよかった。ちょっと無駄な4回で。カイラはね強いんだからね、もったいないねこれね。ギリギリ5回で倒せるからあんまり意味ねえな時間だけ食っちゃうね。はい、じゃあちょっとこれ倒しておきます。はい、そしたらカイラ倒しましたね。うん、まあまあまあ、ちょっと最後だからあれだったけど、まあ無駄に5発やって、まあ、ポイントもやっぱりねかなり稼げますね。はい、そして最後はブシオかな。うん、でブシオはねあれなしにしてますね。もうこいつをダップでいいんじゃねえのって思うね。ブシオは凍結抜かしてますね。私のいくら影風陣はかなり揃ってるので、あ、これもあれにしちゃいましたね。5倍でやればよかったか、なんで1倍でやってたんだろう。これまためんどくせえな。まあ一応こんな、これでも武将もレベルがね上がっていくとかなり強くなるんだけど、40代だとやっぱり弱いですね。さあこれで超コーナー汚いよね。うん、私のスーパーミストシャドウがね活躍してくれてますね。うん、まあでも4万ぐらいだるから、これも2発でいけんだな。はい、ミストシャドウがスーパーな活躍してくれてますね。うん、まあこのトリビアもね風なんでね、いい感じですね。ポイント も多くもらえますね。じゃあこれもちょっとカットしましょう。はい、というわけでね武士王も倒して321位まで来ましたね。じゃあちょっともったいないけどチケット使いましょう、配布。これはね私ね倍最後のね局面でいつも使ってるんだけど、倍ドンの時に
うん、今回はちょっと動画の都合上使っちゃいまして、うん、でラッセンはこんなメンバーで、まあ、相手カイマなんでね、王族で戦ってますね。うん、あれどうしてたっけ、普通にやっちゃっていいのか。強くなるとね、かなり回復を意識しなきゃいけないですが、まだ5倍で倒せるぐらいの時なんで、まあ太陽神がねやられないように、まあ太陽神はね、絆でゲットできますもんね、デビュー。ヤシャリンも扱えるのいいね。うん、ダンム一戦、うん、さすがに、あ、ヤシャがやられてしまった。ちょっと私はミスですね。回復を使わないで、ちょっと強化にしようとしてたから、まあでもまあまだまだいけるか。はい、という感じで凍結がいるおかげでね、やっぱ、あ、なんかでも結構ね金出ますね。ポイントもやっぱりねにすごいねアップしてくれるので、素晴らしい凍結、ありがとう凍結ということで、はい、まあちょっとね累計ランクの割に順位がいいのに累計ランク超低いんですけど、はい、まあちょっとね激戦が次なんですよ本当は。第5陣が大変なんだよね、5陣から。第2陣、第4陣はでもあれか、もうここも大変なんだっけ、必ず4位以内に入らなきゃいけないか。うん、なんですけど、まあでも先行してある程度リードしとけばいけんじゃねえのっていうのが私のあれなんですけどね。うん、まあまあまあ、もう螺旋もゲットしたしね、そんなに無理しなくて、最終 4試合、7陣、最終陣はね、倍になるので、まあ、ここで私ね、チケットをねもう使いまくって、あの溜め込んだねレアチケット使い込んで、どっかでね必ず1位になるようにしてんだけどね、本当に運が悪いとダメなんで、まあ5陣6陣はいつも無理なんだよな。4陣はちょっと頑張りたいなっていう感じはするけどね、ただ昔と違ってフェスタスチケットもらえないんで、なんですけどね、はい、まあ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 、陣が上がるとこのねグループ報酬がね良くなっていくので、ランクアップコインもたくさんもらえるんだよね。なのでできたらねあれですね、そしてそうポイントもめっちゃ貯まるようになったんで、この小生鬼オーラ星もね全然いけるなっていう感じで、はい、という感じでやっぱり特攻すごいねという形で今回の動画のさせていただきます。まあ今316位なんでね、250位内できたらね入れたらなと思っております。はい、じゃあ今回こんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、凍結ね、小石根ぶっ込んでいいかね、うん、あと975宝珠無理だな、来月もゴールドだ。はい、じゃあすいません、それではまたお会いしましょう、さようなら。討伐戦があるときはプラチナ行きたかったな。